巨大タコ、巨大イカ怪獣が出現。大東京は壊滅の危機に。三大怪獣グルメ。予感はしましたよ。とてつもなくナイスな料理になりそうな予感は。怪獣肉を食べたら超バカうまだったのだ。怪獣肉の宝石箱や。怪獣肉最高。日本中が怪獣グルメブームの狂乱に陥った。これが完成すれば世界の食糧危機はたちまち解決さ。シーフードモンスターアタックチームスマットは次なる怪獣の襲撃に備えねばならぬ。豊洲にタコラフィからカニードのすげえさは。こうなったら海鮮丼作戦しかありません。国立競技場を世界最大の丼にする。令和最大の壮絶な思想。至近距離で放射しないと怪獣にダメージを与えることができません。コントローラーが急に効かなくなった。え、果たして史上最大の怪獣海鮮丼は食えるのか。孤独のグルメの久住正幸監修、日本バカ映画の巨匠川崎実監督による三大怪獣グルメ。三大怪獣グルメにご期待ください。